失望はさせません。皆さんのことは私がお守りします。失望はさせません。今度こそ、きっと皆さんのことをお守りします。あの、私が留守の間は、くれぐれも身の安全にお気をつけください。安心して、私が背中をお預かりします。皆さんが無事であることが、私にとって一番の励ましになります。皆さんが無事に帰ってこれて、本当によかった。 ドクター、新作の栄養ドリンク、試してみませんかドクター、こちらが今日の健康食の献立です。ちゃんと時間通りにご飯を食べてくださいね。ドクター、皆さん、怪我はないでしょうかドクター、ご用でしょうか